本当にわずかしかかし残されてないいなと思います、えー、そうしたことで、えー、初めに元島民の元島民の平均年齢も80歳を超え多くの人たちが無念な思いでこの世を去りました願いは一つただ一つ北方領土問題が解決され もう一度自由にふるさとのあの美しい山々、豊かな海を駆け巡りたい、私たち元島民を一日も早く自由にふるさとに帰れるようにしてください北方四島の持続の問題を解決して、平和条約を締結するという政府の基本方針にのっとり、 北方領土問題の最終的な解決に向け、日本国の総理大臣として、粘り強くこの問題に取り組んでいく決意です。今年は戦後70年の節目の年にあたり、プーチン大統領とも一致したとおり、今もなお日露間で平和条約が締結されていないことは、異常であると言わざるを得ません。元島民の 皆様がご高齢となられ、早急に北方領土問題の解決を図らなければならないことを肝に銘じて対応してまいります。